はい、それではね、始めさせていただきます。はい、僕はね、激安 Linux ボード G クラスター改造のすべてということでね、話していこうと思います。僕は会津大学学部3年の山田です。よろしくお願いします。僕はね、使えなくなったハードを再利用するの好きで、最近ちょっと PQI エアカードの方、ちょっと古いですけど、まあ、この辺にハマっていったりします。で、まあ、趣味でね、なんか、ゲームウォッチの変更版直したりとか、ちょっと電子工作の修理も好きだったりします。はい、で、今回話したいのは、ハードウェアハッキングの楽しさをね、みんなに知ってもらいたいなっていうことでね、話していこうと思います。目次はこんな感じです。最初にね、G クラスターって何か話した後に GPL ソースコードの楽しさ話していきます。そしてね、最後の方で実際に GPL コード読みながらどういう実装してきたかみたいな話を2つほどね、話していこうと思います。はい、それではね、早速まず G クラスターって何か話します。G クラスターっていうのは次世代のクラウドゲーム機ってね、公式は言ってます。どんなゲームがあるんでしょう。なんか面白そうですね。パズルゲーム。パバ抜き。大富豪。めっちゃ面白せ。何これ、ゴーゴーブック。超面白そうやん。はい、そうなんです。もうちょっとゲームとしてはほぼ終わってます。でも、ハード的には結構そこそこなスペックで、まあなんだろうね、ナンドストレージ、メモリー、そしてね、ARM V6 のね、ちょっと、まあなんかついていたりして、それで一番すごいのはめちゃめちゃ激安。これ200円くらいで買えちゃう。そして、某所に行けば無料でもらえちゃうらしい。それほど、まあ安いデバイスなんですよ。でも、これぐらいの性能がある。じゃあね、格安 Linux ボードとして使うしかないなってことでね、僕はね、考えました。しかも 2.54mm ピッチのね、なんと挿してくださいみたいな UART ピンがついてて、めちゃくちゃね、改造の難易度は低いです。ではね、ここで、後ほど実際に任意コード実行してね、改造してきた話をね、していきます。ではね、改造の話する前に GPL コード楽しいよって話をします。GPL コードね、なんで楽しいかっていう3つほど話します。1つ目は、まあ、製品のコードを知れちゃって、またマル秘情報もある。さらに楽しいコード有料の世界が垣間見れるってことです。1つずつ説明していきます。まず製品のコード知れちゃうよっていうのは、そもそも GPL っていうのはソースコードを公開する義務のあるライセンスなんですね。なので、まあ、まともな会社はちゃんとオープンソースソフトウェアのソースコードを配布するためのページを持っていて、まあ、ここで GPL コードっていうのは公開されています。で、特に組み込みの Linux 使われてると、Linux カーネルって GPL なんですよ。で、ブートローダーの UBoot も GPL。ってことを考えると、まあ、起動から実行までほぼ全てのコードね、組み込み Linux の場合は見ることができちゃうんです。で、しかも、GPL は、プログラムの動作を調べ、改変することを許可しないといけないってことになってるんで、なんと、リバースエンジニアリングもね、承諾されてるんです。だから、心理的安全性をね、保ちながら、起動だとか使って、なんかちょっと逆解析みたいなことしたい。することができるんで、めちゃめちゃ楽しいです。で、さらに GPL は、まあ、マル秘情報をね、知ることもできたりして、たまになんかドキュメントの中にコンフィデンシャルみたいなのが入っていたりとか、あとは少量のこれ本当にいいんかみたいなコードまでめちゃめちゃザクザク入ってて、めちゃめちゃ楽しいです。さらに、これですね、ミニファミコンとか、あとね、メガドライブミニ。これ実は、まあ、メガドライブミニのね、GPL のコードを見ると、なんかファミコンミニ用の定義の残骸が残っていたりして、なんか結構、ウェブとかと違って、その残骸がめちゃめちゃある泥臭い世界なんですよ。これがまたね、読んでて飽きないっていう意味で、GPL めちゃめちゃ楽しいです。コード流用についてはハニラボさんの本、皆さんも読んでみてください。はい、講義編のまとめです。最初ね、G クラスターはゲーム機として終わってますが、激安で楽しいです。また GPL コード読んでて面白いので、皆さんも読んでみてください。はい、ではここから、実演編ということで、実際に、シェル作ったり、リバースエンジニアリングしてね、任意コード実行していきましょう。はい、GPL コードね、では読んでいきます。で、まず、シェル作るっつっても、シェルってめちゃめちゃ簡単、TTY なんか出せばいいだけだろとか思うかもしれないですが、そんな簡単ではありません。名前付きパイプ経由で、まあ、なんか特定の文字列しか受け付けないみたいなね、形になっていて、GUI ね、直接いじることはできませんでした。で、まあ、GPL ね、コード読み漁っていると、まあ、ある特定の文字列をいじったら反映されたりしました。なんで、まあ、イベントのとこから取れるキーボードのデータを見て、で、それでちょっとカーネルのとこのキーマップを参照したり、スタックオーバーフローとか参照しながら、まあ、キーボードを押したら文字が反映されるみたいなコードを書き、あとはその押した文字列を貯めて、まあ、それを実行するみたいなものを書くと、まあ、なんか最終的にこんな形で簡単なシェルを表示することができるようになりました。じゃあ2つ目の例ということで、リバースエンジニアリングしてね、任意コード実行した話をします。はい、作成したね、プログラム、今までね、いろいろ作成してきたんですが、空割りして、この UART の4ピン出さないといけませんでした。でも僕、ヤフオクでこれ100個買ったんですよ。100個全部空割りするのめんどくさかったんです。で、無改造でね、ハックする方法欲しいなと思いました。で、安定の GPL コードね、読んでみると、USB でアップグレードできそうなコードがありました。で、そこ見ると、なんか特定の文字列で特定のディレクトリに、なんか
ファクトリーファームウェアを置くと、それをね、読んでくれるっていう機能があり、で、それで実際になんかブートをやろうとしたら、まあ、うまくいかなくて、ちょっと署名チェックの回避方法を検討し、そしたらなんかシルスクリプト特定の、場所に置いておくと実行してくれるっていうのがあったんで、それで、U ブートの方に、まあ、非署名、まあ、なんか署名検証せずに、こう実行するような形でちょっと書き換えて、で、それを追加したイメージをこう注入すると、まあ、カスタムファームウェアのね、これ成功しました。っていう形で、GPL ソースコードね、読めば何でもできて、ハードウェアハッキングがめちゃめちゃ楽しいので、皆さんもやってみてください。こちらね、Docker に今回作った、プログラムをワンコマンドで作ることができる環境を作ったので、こちらもね、皆さんぜひご利用ください。はい。で、今回ね、交流会、僕参加したのも、いつもこれ、フロント系の人ばっかりのところに LT することはあるんですが、なかなか OS 系の人って僕のそばにいなくて、ちょっと、なんかセキュリティとか低レイヤーの話をしたりとか、なんかその辺の業界の人にいろいろ聞きたいなと思って今日参加させていただきました。皆さんよろしくお願いします。はい。LT、ありがとうございました。いやー、非常に、100個で1000円っていうふうに言ったんですけど、非常にいい感じでしたね。はい。じゃあ、ぜひ、交流会、懇親会でいろいろと話していただければなと思います。はい。じゃあ、上から順番にってことで。じゃあ、次、原沢さん、よろしいですか？はい、大丈夫です。お願いします。画面共有。よいしょ。もう時間計るのめんどくさいんで以上ですって言ってくれたらドラ鳴らしますよ。はい、わかりました。はい。はい、お願いします。はい、お願いします。名前が原沢と言います。まあ、メールアドを書いてます。まあ、お仕事に関して、今、昔コンシューマーゲーム作ってまして、あとフラッシュゲームと iOS ネットワークで作ってて、まあ、現在さ、ソサギのサーバーをやってます。で、まあ、新潟なんで、せっかくなんで、新潟の関係することに関して書いたんですけど、新潟製紙達人検定というのがありまして、それの銀の達人です。今年、金の達人を置きようとしたんですけど、まあ延期しちゃったんで、まあ来年頑張りますって感じです。で、あと、食べかつかぶりかつかを見分けることができたんで、なんかどうも私、新潟検定1級 らしいです。で、今回発表するのは、ドロップ4IP っていうのを、まあ、作ったんで、それの、まあ、技術的なことを言おうかなと思ったんですよ。で、まあ、これ、まあ、IP テーブルズっていうのを Linux のコマンドを使って、まあ、パケットフィルターするんですけど、まあ、有名なところとして、まあ、今日参加されている方の、BAN4IP っていうのがありまして、まあ、そのソースを見てたんですけど、まあ、そこで、まあ、プロセスとかよくわからなかったんですけど、まあ、なんとなく作れそうかなと思ったのと、あと書いてる通り、まあ、リモートワークでもう、暇っていうか、まあ時間が余ったんで、まあ読みながら、まあできそうだと思ってやってみました。まあ、BAN4IP に関、まあ元となる BAN4IP に関しては、フォークとか、レイモンとかいろいろ使ってて、まあ、Linux 詳しい方が作ってるんだと思うんですけど、私そんなこと全くわからなかったんで、もうシェル、まあ PHP なんちゃらファイル名で動かすようなやつを作ってみようと思って作ってみました。で、実際に作ってる時の、技術的なこととして、一番重要なのは ReactiveX っていうのを使いました。まあ、ReactiveX っていうのはまあ書いてるんですけど、まあ、監視可能なストリームを使用した非同期のプログラミング API って感じですけど、まあ、簡単に言えばデータがストリームで来るので、それを処理する関数を書いていくって感じになります。まあ、それの PHP 版がありまして、まあ、RxPHP っていうのがあります。まあ参考となった動画がもうリンク貼ったんですけど、まあこれ20分ぐらいあるので、まあ見ていた、後で見ていただきたいんですけど、これを見れば、最初から作り方を書いたので、ある程度理解できるものだと思っています。まあインストール方法はこの通りになっています。で、まあ実際にこの ReactiveX を使ったサンプルソースを載せたんですけど、まあ重要なところはここです。配列を使って、定義して、それをまあ、データとしてストリームってくるといった通り、まあ、いくつデータが来るので、そこで何の処理を変えていくってことになります。で、一番重要なのが、ここですね。まあ、ReactiveX に時間呼び出しっていうのがありまして、
まあ、こういったふうに書くと、オブサーバブルインターバル、線って書くと、まあ、1000ナノセックごとに呼び出されて、まあ、処理がここ、毎回、まあ、これだと1秒ごとにここの関数を書くので、ここに処理を書けばいいっていう形ができます。で、さらに言うと、タイムシェアリングもできます。例えば、ここに1000ミリ秒ごとに、まあ、ここの関数を書きます。で、500ミリ秒ごとにここの関数を書きますってやると、出力は当然ながら、500ごとと1000秒が、まあ、2回に1回1000秒という形でできるので、これを使えば、まあ、例えば、時間前にファイルが、まあ、今回、パケットフィルターする対象のログを見て、ログのこのエラーが出てくると対象にしますっていうのをやってるので、ファイルを監視しないといけないんですけど、そのファイル監視において、削除とかされた時のチェックとか、あとは、まあ時間前に、そのファイルが変更されたっていう通知が取れるんですよ。その通知に関して、この、例えば1000ミリ秒ごとにチェックして変更されたら処理していくっていうのができたりとか、あとは、まあ、時間前に、まあ、ソケット通信とかして、まあ、プロセスを通信して、ファイアウォールを追加するとか、削除するとか、そういうために使った、いました。で、調べたらどうしても無理だったことがありまして、どうも PHP の32ミリットだと、先ほどの1000秒ごとに、1秒ごとに目立つっていうのが、どうもオーバーフローしちゃって、24日くらいで落ちちゃうと。っていうのがなりまして、まあ、これ、64ビットだと解決するので、まあ、今までも32ビットなんかもう使わなくていいよなと思って、もう早くラズパイ4買って、64ビット環境でテストしたいなと思ってます。で、続きまして、これ、iNotify っていうんですかね、っていうのについても使ったんですけど、この iNotify っていうのは、ファイルの変更とか、削除とかしたときに、イベントとして受け取るための、まあ処理システムなんですけど、まあ、PHP でもパークル拡張で入れることができまして、まあ例えば、例としてまあ初期化して、まあ addWatch ってやつで、まあファイルパス、まあこれファイル名を指定すると、あとはまあ true で永久ループしとけば、まあここでなんか変更あった時に受け取ったりとか、変更あったら、0以上になって、データ読み込むと、このイベントって中にどういった変更がありましたよっていうのが入ってくるので、これごとに処理をしていけば、ファイル変更あった時に、また、ファイルをその分だけ読み込んだら、まあ、ログとして受け取って、まあ、その中で処理できるってことをやってます。で、まあ、どうしてもちょっとわからなかったんですけど、イベントを取れてて、変更通知も来た時に置いて、まあ、変更通知だから、PHP の処理で、ファイルエンドまでデータ読むんですけど、その後どうしても、FCQ で、シークエンドまでこうしとかないと、次からデータ取れないっていうのがあって、これなんでだろうと思いながらやったんですけど、まあ、ちょっとわからなかったんで、まあ、このまま、まあ、これで動くんで、このまましてきました。で、あと、ファイル監視して、まあ、ログで、から IP アドレスと日付を取らないと、まあ、このフィルターでエラーだからって、まあ、パケットフィルターするための IP アドレス取らないといけないんですけど、そのために、ね、正規表現使ったんですけど、こういったやり方をすると、なんか、キーに、まあ、このキーにこの IP アドレスを入れるみたいな感じのことができたので、まあ、これでログの日付とログの IP アドレスを取得することができたんで、まあ、これでデータ登録とかそういうことができた感じになります。で、続きまして、まあ、ログ法 PHP っていうのを使ったんですけど、これはただ単にこういう形でやると、まあ、インフォとしてログを出すとか、デバッグとして出すとか、ワーニングとしてログを出すっていうのが制御できます。で、この制御レベルとかも、このカスタマイズの設定で、まあ、デバッグとかしてたら、デバッグから上は全部出すんですよ。で、ワーニングとかにすると、デバッグは出なくて、ワーニング上で出るとかっていうレベルがあって、その指定をすることによって、デバッグと本番で、早く措置によっては、まあ、デバッグ情報とかいらないので、まあ、そういったレベル分けをして、ログを少なくするとか、するためとかに使ってました。
あとユニックスソケットでも使いまして、まあ、あのプロセス通信っていうのがあるんですけど、まあ、今実行しているプロセスに命令を送りたいっていう時にソケット通信をして、あの通信して、あの今動かしているプロセスにあの処理させてもらうっていうことをやりました。まあ、サンプルとしては、まあ、サーバー側は、まあ、ソケット作って、あとは待っておけば、データ来る前待っておけばいいって感じなんですけど、でクライアント側もあのソケット作って、まあ、プロセス用 の, あの SOC ファイルっていうのがあるので、そこに接続しに行って、あとはデータ送るだけっていう感じにもうできます。あとはまあデータベースに関しても、まあ、あの先ほど言ったあの日付と IP アドレスを保存しないといけないので、そのためにあのデータベースを使いました。まあ、よく使うのが SQLite とか MySQL とか MariaDB とかあるんですけど、まあ、今回 SQLite を使いました。でも今 PHP として PDO っていうのがあるので、まあ、やろうと思えばもうほとんどのやつ PHP 対応してるんでできます。であとは IP テーブルなんですけど、まあ、これはもう Linux コマンドで、まあ、皆さん使ったことあると思うんですけど、まあ、このコマンドを最終的に、まあ、このデータベースの保存しているデータで、この時間、まあ、10秒以内に10件保存してたら、もうこのコマンド、IP テーブルでコマンドを打とうっていう処理をしてるんですよ。です、まあ、なんで、まあ、指定時間経って、ログが10件以上あったら、IP テーブルズコマンドを打って、バーンさせるっていう処理をさせてます。まあ、コマンドとかに関してはもう、ネットとかに調べたらすぐ出てくるので、まあ、本当に直打ちしてるような感じなんで、調べてみてください。っていう感じでやると、まあ、ログを監視しながら、正規表現でこのログの IP が何件かしたときに、IP テーブルズでブロックさせることができるっていう、それができました。以上になります。あとは、あと、後書きなんですけど、今回このドキュメントは、ビュープレスっていうのを使って書きました。まあ、MD ファイルっていうのがあって、まあ、皆さんあの GitHub とかで、readme.md と書くんですけど、それをまあ HTML 変換してくれるみたいな感じで、やるためにビュープレス使いました。まあ、最初どうも、リマークっていうのがあって、これではうまくやってくるらしいんですけど、どうもソースコード書いてると、1ページ切れると見えなくなっちゃうので、今回諦めました。まあ、あと、お仕事に関してなんですけど、なんか新潟に関する仕事をちょっとしたいなと思って、まあここでもしあれば、ぜひとも紹介してほしいなと思ってます。まあ、フルリモートなんで、フルリモートさえあれば、もう新潟に移住したいなっていう欲がまた出てきたので、ぜひともフルリモートのものがあればお願いします。以上になります。はい、原沢さんどうもありがとうございました。というか15分枠で申し込んでくれたのが良かったんじゃないかっていう気がします。充実っぷりで、はい、続きまして西村さんですかね。はい、画面共有を、はい、はい。もう時間はあるんで、もう好きなだけ喋ってください。あ、ありがとうございます。LT 初。人生初であるんで、ちょっと安心しました。はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい。私の方からは、新型コロナ時代にも負けない環境構築とはで、いきたいと思います。よろしくお願いします。環境構築のお話ですね。はい。よいしょ。で、私、西村と言います。今、新潟県の十日町市というところに住んでいる48歳ということで、まあ、移住して5年。今ちょっと40代でもセミリタイアして隠居生活をしておりまして、まあその隠居しているその、まあ、隠居のたしなみとしてですね、趣味でウェブアプリを開発始めて2年ぐらいになります。主に Ruby on Rails を使っています。はい。で、新潟県十日町市なんですけど、まあ、豪雪地帯でして、すごく家に囲まれた中山間地域になっています。で、コロナ禍にこういった築100年の古民家を今お借りしていまして、ここで暮らしています。で、この古民家なんですけど、ただその住まいにしてなくて、ギルドハウス十日町というのを前にして、暮らしておりまして、常に自分とか妻の息子を含めて十数名でですね、共同生活をしております。はい。
で、ゲダストカムチっていうところに住んでいる、まあ、住んでいながらですね、趣味でウェブアプリ開発をしておりまして、きっかけはオープンソースの SNS、マストドンに、触れることになってからでした。でマストドンは、ツイッターに似た UI を持っている、SNS でございまして、まあ、本当にワードプレスなどと同じように、Git クローンして自分のサーバーで独自運用できるようになっています。そんな風に世界中のマストドンサーバーが有機的につながってですね、例えば私のサーバーで運用しているマストドンで投稿したデータが世界中に伝播すると、うん、で世界中のサーバーで投稿されたものが連合タイムラインとして形成されているそういう面白いセンスになっています。で、私は十日町市のネタを集めたマストドンサーバーを運用していまして、このようなチラシも作ったことがあるんですね。やっぱり地域のローカルセンサーとなってチラシでいくのって身近に出していただけたらいいなと思って作ってます。でサーバーはサタンのクラウドを使ってまして、ポスグレ APG バウンサー、あとニックスソケットを、ね、使って結構低スペックでも動いてます。3年ぐらい運用してます。でそんなマストドンなんですけども、実はウェブアプリ開発者にとってもすごく魅力があって、基本的にAPI が無制限に使えます。例えば Twitter とか Facebook にも API ありますけど、結構1日のリクエスト数が上限があったり、結構不便を感じる会社もいらっしゃるんですが、マストドンは API 無制限で使えます。あと、Twitter で禁止されたストリーミング API も、実はマストドンには使えましてですね、非常にみんなの投稿がストリーミングされて、やられてくるのはすごく楽しいかな。あとは、なんならアカウントを新規作成する API も用意されてまして、これは結構 Twitter や Facebook には絶対ないので、面白いかな、というふうに思います。すごく自由な使える API が用意されています。そんなマストドンの API を活用した Web アプリを実は作りまして、その名も街角ルートというアプリなんですけど、オープンソースで開発している、一応公開リポジトリがありますので、ぜひよかったら見ていただければなと思います。これでどんなアプリかというと、例えば、今日だったら、オープンソースカンファレンスに出ようみたいな感じのお題を投稿して、それをみんなでクリアしちゃって、レベルアップしていくっていう、そういうわけなんですね。他にも、そのゴミを拾おうとか、お年寄りに席を譲ろうとか、そういう一日一膳のようなお題を投稿したり、また、どこかに行って、新潟県に行ってお酒を飲もうみたいな感じで、地図をつけてね、それをクリアする。そういった、なんだろう、お題を投稿してクリアする、そんなアプリになってます。まあ、それでちょっと世の中ちょっと楽しくなってもらえばなという思いで作ってます。で、まあ、そんなふうにこう、マストドンとかをきっかけに、まあ、山奥でアプリを作ったりしてたんですね。いろいろありまして、ここに3年。地元の新聞にこんなふうに載ったりとかですね。IT メディアに取り上げられていただいたり。あと、なんか、テレビの全国放送出ちゃったりとか。あと、書籍や雑誌にも載ってちゃったりとか。5000万円でアプリ買い取るよみたいな感じで、ですね、インタビューを受けたこともあります。はい。そのように雪深い山奥でも楽しい開発が過ごせてますよ。まあ、これは私の息子でございますが。はい。で、つまりここでいう環境構築、まあ、最初のお題に戻りますが、環境構築っていうのは、つまりは PC や Mac 上での環境構築のことではなくて、生活環境の再構築のお話でございます。はい。私のように40代でセミリタイアして隠居したり、私のようにギルダストカマチっていうのを前に自分の家をデザインしたり、それによって生活スポットを下げて、自分の時間を増やすっていう、最近新型コロナで、いろいろと新しい日常が叫ばれていますけども、皆さん、PC とか Mac 上の環境構築をその前に、自分の生活環境をちょっと見直してみませんかという、そんなライティングトークでございます。結構皆さんここに聞いてくださってる中に、こんなような考えを感じていらっしゃる、いらっしゃいますでしょう。うん。結構うちにはね、将来の不安とかいろんなことを、携えていく人はすごく多いんですけど、結構 Web 系のエンジニアの、よかったらですね、このビザーストカムシで展開している、私たちの新しいニューノーマルな環境をですね、ぜひ、報告しませんか。今や十日町を本気にしてですね、結構山形県、長野県、三重県にもギルドハウスっていう家ができてましてですね。結構投稿したけど、5年間で8400人以上用意出してて、GitHub でスターされてるような状態になってます。ぜひ、皆さんの新しい日常を再構築して、それによって欲しいオープンソース開発環境を一緒に作りませんか？
ということで、オンラインでお待ちしています。石野でした。以上です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ですね、いいですね、移住生活。結構、皆さんに刺さったんじゃないでしょうか。はい、じゃあ、続きまして、ゴコさん、お願いできますか。ちょっと待ってくださいね。これ、よっ。はい。OK です。それでは、ゴコさん、お願いします。はい。LT させていただきます。イベント駆動開発でできた、Excel 2 CSVCLI と、OSC 新潟オンラインまでということで、発表させていただきます。ゴーコです。はい、私、こんな感じのものになります。先は OSC オンライン、宮原さんのお手伝いもちょっとやったりしています。大学時代は山形の米沢にいたので、新潟市とか長岡市出身の友達がたくさんすごいいました。何してるんでしょうね、今頃。はい。もうだいぶ前になりますが。はい。で、最近、そのコロナになる前までは、キャンプなんかにも行ってたりしましたので、それでまあ、新潟のブランドとかいうので、ちょっとお世話になることがありました。こんな感じで。新潟発のキャンプグッズがのブランドがいっぱいありますよね。はい。なので、またキャンプできるようになれればいいなというふうには思っております。さて、させらせる。はい。で、温室新潟も、ちょうど私最後になりましたけども、最後の方になりました。ウェーイ。はい。LT も仕込んだときに何やろうかなというふうにちょっと思ったんですが、まあ、とりあえず自分が作ったものをちょっと発表させていただきたいと思います。ということで、Excel ファイルを CSV に、形式で、ダンプするようなコマンドラインを作ったという話です。で、まあ、なんとなく名称から察する感じですが、なんとか .xlsx ファイルをから CSV を生成する CLI です。はい。GitHub に置いております。ついさっき、午前中にリリースしました。はい。で、これで、何を作ったかっていうと、業務上なんとか Excel とかいうファイルに遭遇することがあって、私自身はシェルで作業することが多いので、それをスクリプトに組み込んで利用するみたいな時によく使うと。で、Ansible のインベントリファイルに加工して使ったりしたりします。で、中身は以下を、組み合わせて動作しています。Excel ファイルを扱う GoLang のライブラリーで、があって、あと CSV を扱うライブラリーがあります。で、まあ、実際私一から作ったわけではなくて、元の、ものがありまして、ただ更新が5年とか止まってた感じだったので、ちょっとフォークしてまとめてみました。で、機能追加したりしてみました。はい、使い方です。バイナリーはこんな感じで、ダブルゲットでインストールして、実行権限をつけて、使えるようにします。まあ、これで一発セットアップみたいな感じです。で、使い方ですが、まず何もコマンドオプション入れないとユーセージが出ます。で、デリミッターして、区切り文字ですね。アウトプットの。で、Excel ファイルを、後ろに指定すると、こんな感じで、スラッシュ、バーを入れると、バーで区切った感じになる。で、カンマ入れると、カンマで区切った感じになるということで。で、Excel にはタブで、表を増やすことができるので、そのタブ番号を指定すると、そのタブ番号を指定、表示する、出力するという機能です。で、
と、直接 CSV ファイルにアウトプットするので、オプションをつけてファイル名を指定すると、そのファイルに出力します。はい。こんな感じのものなんですが、まあ、よく Excel ファイルにサーバーのリストみたいなのを入れて、それを使ったりするので、こういうのが、まあ、たまたま必要だったっていうところもあるんですが、まあ、ちょっと今、その中で、元のエクセルが表としてデータ表として使ってるんじゃなくて表示用の表として使われてるとあのヘッダーの位置があの最初から始まってなかったりするので、まあ、そういう対応するためにこういうものを指定できるようにしたりとかあとは最近よく Google スプレッドシートとかあとは MS のクラウドとかに上げられてるファイルもあるのでそれの対応もちょっとやってみたいなっていうのもあるとかまあ、ちょっとその辺をやってみようと思います。はい。ということで、イベントドリブンの意味としては、まあ、イベントに合わせてちょっとリリースしてみたっていうことで、それが、この話のオチになります。はい、以上になります。